夢十夜、夏目漱石。第一夜。こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で、もう死にます、と言う。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかな瓜ざね顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に暖かい血の色が程よく差して、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は、静かな声で、もう死にます、とはっきり言った。自分も確かに、これは死ぬな、と思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかね、と上から覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら、女はぱっちりと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中は、ただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に、自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。自分は透き通るほど深く見える。この黒目の艶を眺めて、これでも死ぬのか、と思った。それで年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね。大丈夫だろうね。とまた聞き返した。すると、女は黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で、でも死ぬんですもの仕方がないわ、と言った。じゃあ、私の顔が見えるかい？と一心に聞くと、見えるかい？って、そらそこに映ってるじゃありませんか？とにこりと笑ってみせた。自分は黙って顔を枕から離した。腕組みをしながら、どうしても死ぬのかなと思った。しばらくして女がまたこう言った。死んだら埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って、そうして天から落ちてくる星の欠けを墓印に置いてください。そうして墓のそばに待っていてください。また会いに来ますから。自分はいつ会いに来るかね、と聞いた。日が出るでしょ？それから日が沈むでしょ？それからまた出るでしょ？そうしてまた沈むでしょ？赤い日が東から西へ、東から西へと落ちていくうちに、あなた待っていられますか？自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、100年待っていてください、と思い切った声で言った。100年
私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分はただ待っていると答えた。すると黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて映る影を乱したように流れ出したと思ったら、女の目がパチリと閉じた。長いまつげの間から涙が頬へ垂れた。もう死んでいた。自分はそれから庭へ降りて真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに貝の裏に月の光が差してキラキラした。湿った土の匂いもした。穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。それから星のかけの落ちたのを拾ってきて軽く土の上へ乗せた。星のかけは丸かった。長い間大空を落ちている間に角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上へ置くうちに自分の胸と手が少し暖かくなった。自分は苔の上に座った。これから100年の間、こうして待っているんだな、と考えながら、腕組みをして、丸い墓石を眺めていた。そのうちに、女の言った通り、日が東から出た。大きな赤い日であった。それがまた、女の言った通り、やがて西へ落ちた。赤いまんまでのっと落ちていった。一つと自分は感情した。しばらくするとまたカラクレナイの天灯がのそりと昇ってきた。そうして黙って沈んでしまった。二つとまた感情した。自分はこういうふうに一つ二つと感情していくうちに赤い火をいくつ見たかわからない。感情しても感情してもし尽くせないほどの赤い火が頭の上を通り越していった。それでも100年がまだ来ない。しまいには苔の生えた丸い石を眺めて、自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。すると石の下から蓮に自分の方へ向いて青い茎が伸びてきた。見る間に長くなって、ちょうど自分の胸のあたりまで来て止まった。と思うと、すらりと揺らぐ茎の頂に、心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみが、ふっくらと花びらを開いた。
真っ白な百合が鼻の先で骨に応えるほど匂った。そこへ遥かの上からポタリと梅雨が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して、冷たい梅雨の滴る白い花びらに接吻した。自分が百合から顔を離す表示に思わず、遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。百年はもう来ていたんだな、と、この時初めて気がついた。第2夜。こんな夢を見た。和尚の部屋を下がって、廊下伝いに自分の部屋へ帰ると、暗灯がぼんやり灯っている。片膝を座布団の上について、刀身をかき立てたとき、花のような長寿がパタリと、漆の台に落ちた。同時に部屋がパッと明るくなった。襖の絵は武尊の筆である。黒い柳を濃く薄くおちこちと描いて、寒そうな漁夫が傘を傾けて土手の上を通る。床には懐中文殊の軸がかかっている。炊き残した線香が暗い方で未だに匂っている。広い寺だから神官として人気がない。黒い天井に差す丸安藤の丸い影が仰向く途端に生きているように見えた。縦膝をしたまま、左の手で座布団をめくって、右を差し込んでみると、思ったところにちゃんとあった。あれば安心だから、布団を元のごとく直して、その上にどっかり座った。お前は侍である。侍なら悟れぬはずはなかろうと、和尚が言った。そういつまでも悟れぬところを持ってみると、お前は侍ではあるまいと言った。人間のクズじゃ、と言った。母、怒ったな、と言って笑った。悔しければ悟った証拠を持ってこいと言って、ぷいと向こうを向いた。けしからん。隣の広間の床に据えてある置き時計が次の時を打つまでにはきっと悟ってみせる。悟った上で今夜また入室する。そうして和尚の首と悟りと引き換えにしてやる。悟らなければ和尚の命が取れない。どうしても悟らなければならない。自分は侍である。もし悟れなければ自刃する。侍が恥ずかしめられて生きているわけにはいかない。きれいに死んでしまう。こう考えたとき、自分の手はまた思わず布団の中へ入った。そうして取材屋の担当を引きずり出した。ぐっと束を握って赤い鞘を向こうへ払ったら、冷たい歯が一度に暗い部屋で光った。すごいものが手元からスースーと逃げていくように思われる。
そうしてことごとく切っ先へ集まって殺気を一点に込めている。自分はこの鋭い刃が無念にも針の頭のように縮められてくすん五分の先へ来てやむを得ず尖っているのを見て、たちまちぐさりとやりたくなった。体の血が右の手首の方から流れてきて、握っている束がにちゃにちゃする。唇が震えた。短刀を鞘へ収めて右脇へ引きつけておいて、それから前座を組んだ。上州全く無と。無とは何だ。クソ坊主目とはがみをした。奥歯を強く噛みしめたので、鼻から荒い息が荒く出る。こめかみがつって痛い。目は普通の倍も大きく開けてやった。掛物が見える。安藤が見える。畳が見える。和尚の夜間頭がありありと見える。ワニ口を開いてあざ笑った声まで聞こえる。けしからん坊主だ。どうしてもあの夜間を首にしなくてはならん。悟ってやる。無だ、無だ、と下の根で念じた。無だというのにやっぱり線香の匂いがした。なんだ線香のくせに。自分はいきなり原骨を固めて、自分の頭を嫌というほど殴った。そうして奥歯をギリギリと噛んだ。両脇から汗が出る。背中が棒のようになった。膝の継ぎ目が急に痛くなった。膝が折れたってどうあるものかと思った。けれども痛い。苦しい。無はなかなか出てこない。出てくると思うとすぐ痛くなる。腹が立つ。無念になる。非常に悔しくなる。涙がほろほろ出る。人思いに身を大岩の上にぶつけて、骨も肉もめちゃくちゃに砕いてしまいたくなる。それでも我慢してじっと座っていた。耐え難いほど切ないものを胸に入れて忍んでいた。その切ないものが体中の筋肉を下から持ち上げて、毛穴から外へ吹き出よう吹き出ようと焦るけれども、どこも一面に塞がって、まるで出口がないような残酷極まる状態であった。そのうちに頭が変になった。安藤も武尊の絵も、畳も違い棚も合ってないような、なくってあるように見えた。と言って、無はちっとも厳然しない。ただ、いい加減に座っていたようである。ところへ、忽然、隣座敷の時計が、チーンと鳴り始めた。はっと思った。右の手をすぐ短刀にかけた。時計が二つ目をチーンと打った。第三夜。こんな夢を見た。六つになる子供をおぶってる。確かに自分の子である。ただ、不思議なことには、いつの間にか目がつぶれて、青坊主になっている。
自分がお前の目はいつ潰れたのかいと聞くと、何昔からさ、と答えた。声は子供の声に相違ないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。左右は青田である。道は細い。詐欺の影が時々闇に差す。暖房へかかったね。と背中で言った。どうしてわかる？と顔を後ろへ振り向けるようにして聞いたら、だって詐欺が泣くじゃないか。と答えた。すると詐欺が果たして二声ほど泣いた。自分は我が子ながら少し怖くなった。こんなものを背負っていてはこの先どうなるかわからない。どこかうっちゃるところはなかろうかと向こうを見ると闇の中に大きな森が見えた。あそこならば、と考え出す途端に背中で、ふふん、という声がした。何を笑うんだ？子供は返事をしなかった。ただ、お父さん、重いかい？と聞いた。重かはない、と答えると、今に重くなるよ、と言った。自分は黙って森を目印に歩いていった。田の中の道が不規則にうねってなかなか思うように出られない。しばらくすると二股になった。自分は股の根に立ってちょっと休んだ。石が立ってるはずだがな、と小僧が言った。なるほど、八寸角の石が腰ほどの高さに立っている。表には左日が久保、右堀田原とある。闇だのに赤い字が明らかに見えた。赤い字はイモリの腹のような色であった。左がいいだろう、と小僧が命令した。左を見るとさっきの森が闇の影を高い空から自分らの頭の上へ投げかけていた。自分はちょっと躊躇した。遠慮しないでもいい。と小僧がまた言った。自分は仕方なしに森の方へ歩き出した。腹の中ではよく目くらのくせに何でも知っているなと考えながら一筋道を森へ近づいてくると背中でどうも目くらは不自由でいけないねと言った。だから、おぶってやるからいいじゃないか。おぶってもらってすまないが、どうも人に馬鹿にされていけない。親にまで馬鹿にされるからいけない。なんだか嫌になった。早く森へ行って捨ててしまおうと思って急いだ。もう少し行くとわかる。ちょうどこんな晩だったな、と背中で独り言のように言っている。何が？と際どい声を出して聞いた。何がって知ってるじゃないか、と子供はあざけるように答えた。
するとなんだか知っているような気がしだした。けれどもはっきりとはわからない。ただこんな晩であったように思える。そうしてもう少し行けばわかるように思える。わかっては大変だから、わからないうちに早く捨ててしまって安心しなくってはならないように思える。自分はますます足を早めた。雨はさっきから降っている。道はだんだん暗くなる。ほとんど夢中である。ただ背中に小さい小僧がくっついていて、その小僧が自分の過去、現在、未来をことごとく照らして、寸分の事実も漏らさない鏡のように光っている。しかもそれが自分の子である。そうしてめくらである。自分はたまらなくなった。ここだ、ここだ。ちょうどその杉の根のところだ。雨の中で小僧の声は半然聞こえた。自分は覚えず止まった。いつしか森の中へ入っていた。一軒ばかり先にある黒いものは確かに小僧の言う通り杉の木と見えた。お父さん、その杉の根のところだったね。うん、そうだ。と思わず答えてしまった。文化五年、辰年だろ。なるほど、文化五年、辰年らしく思われた。お前が俺を殺したのは、今からちょうど100年前だね。自分はこの言葉を聞くや否や、今から100年前、文化5年の辰年のこんな闇の晩に、この杉の根で一人のめくらを殺したという自覚が忽然として頭の中に起こった。俺は人殺しであったんだな、と初めて気づいた途端に、背中の子が急に石地蔵のように重くなった。第四夜。広い土間の真ん中に、鼓台のようなものを据えて、その周りに小さい将棋が並べてある。台は黒光りに光っている。片隅には四角な膳を前に置いて、じいさんが一人で酒を飲んでいる。魚は煮目らしい。じいさんは酒の加減でなかなか赤くなっている。その上、顔中ツヤツヤしてシワというほどのものはどこにも見当たらない。ただ、白いひげをありたけ生やしているから、年寄りということだけはわかる。自分は子供だから、このじいさんの年はいくつなんだろう。と思った。ところへ裏の家計から手桶に水を汲んできた神さんが前だれで手を拭きながら、おじいさんはいくつかね？と聞いた。じいさんは頬張った煮目を飲み込んで、いくつか忘れたよ。と済ましていた。神さんは拭いた手を細い帯の間に挟んで、じいさんの顔を見て立っていた。
じいさんは茶碗のような大きなもので酒をぐいと飲んで、そうして、ふうと長い息を白いひげの中から吹き出した。すると、かみさんが、おじいさんのうちはどこかね?と聞いた。じいさんは長い息を途中で切って、へその奥だよ。と言った。かみさんは手を細い帯の間に突っ込んだまま、どこへ行くかね?とまた聞いた。するとじいさんがまた茶碗のような大きなもので熱い酒をぐいと飲んで、前のような息をふうと吹いて、あっちへ行くよ。と言った。まっすぐかい?と、かみさんが聞いたとき、ふうと吹いた息が、障子を通り越して、柳の下を抜けて、河原の方へまっすぐに行った。じいさんが表へ出た。自分も後から出た。じいさんの腰に小さいひょうたんがぶら下がっている。肩から四角な箱を脇の下へ吊るしている。浅葱の桃引きを履いて、浅葱の袖なしを着ている。足袋だけが黄色い。なんだか革で作った足袋のように見えた。じいさんがまっすぐに柳の下まで来た。柳の下に子供が三四人いた。じいさんは笑いながら腰から浅葱の手ぬぐいを出した。それを感心よりのように細長く酔った。そうして地びたの真ん中に置いた。それから手ぬぐいの周りに大きな丸い輪を描いた。しまいに肩にかけた箱の中から真鍮でこしらえた飴屋の笛を出した。今にこの手ぬぐいが蛇になるから見ておろう、見ておろう、と繰り返して言った。子供は一生懸命に手ぬぐいを見ていた。自分も見ていた。見ておろう、見ておろう、いいか?と言いながら、じいさんが笛を吹いて、輪の上をぐるぐる回り出した。自分は手ぬぐいばかり見ていた。けれども、手ぬぐいは一向動かなかった。じいさんは笛をピーピー吹いた。そうして輪の上を何遍も回った。わらじをつま立てるように、抜き足をするように、手ぬぐいに遠慮をするように回った。怖そうにも見えた。面白そうにもあった。やがてじいさんは、笛をぴたりとやめた。そうして肩にかけた箱の口を開けて、手ぬぐいの首をちょいとつまんで、ほっと放り込んだ。こうしておくと、
箱の中で蛇になる。今に見せてやる。今に見せてやる。と言いながら、じいさんがまっすぐに歩き出した。柳の下を抜けて、細い道をまっすぐに降りていった。自分は蛇が見たいから、細い道をどこまでもついていった。じいさんは時々、今になる、と言ったり、蛇になる、と言ったりして歩いていく。しまいには、今になる、蛇になる、きっとなる、笛が鳴る、と歌いながら、とうとう川の岸へ出た。橋も船もないから、ここで休んで箱の中の蛇を見せるだろうと思っていると、じいさんはザブザブ川の中へ入り出した。はじめは膝くらいの深さであったが、だんだん腰から胸の方まで水に浸かって見えなくなる。それでもじいさんは、深くなる、夜になる、まっすぐになる、と歌いながら、どこまでもまっすぐに歩いていった。そうして、髭も、顔も、頭も、頭巾も、まるで見えなくなってしまった。自分はじいさんが向こう岸へ上がった時に蛇を見せるだろうと思って足の鳴るところに立ってたった一人いつまでも待っていた。けれどもじいさんはとうとう上がってこなかった。第五夜。こんな夢を見た。何でもよほど古いことで神代に近い昔と思われるが、自分が戦をして運悪く負けたために生け捕りになって敵の大将の前に引き連れられた。その頃の人はみんな背が高かった。そうしてみんな長い髭を生やしていた。革の帯を締めて、それへ棒のような剣を吊るしていた。弓は藤鶴の太いのをそのまま用いたように見えた。漆も塗っていなければ、磨きもかけていない。極めて素朴なものであった。敵の大将は弓の真ん中を右の手で握って、その弓を草の上へついて、逆亀を伏せたようなものの上に腰をかけていた。その顔を見ると、鼻の上で左右の眉が太くつながっている。その頃、カミソリというものは無論なかった。自分は虜だから腰をかけるわけにいかない。草の上にあぐらをかいていた。足には大きな藁靴を履いていた。この時代の藁靴は深いものであった。立つと膝頭まで来た。その端のところは藁を少し編み残して、房のように下げて
歩くとバラバラ動くようにして飾りとしていた。大将はかがり火で自分の顔を見て、死ぬか生きるかと聞いた。これはその頃の習慣で、虜には誰でも一応はこう聞いたものである。生きると答えると降参した意味で、死ぬというと屈服しないということになる。自分は一言、死ぬと答えた。大将は草の上についていた弓を向こうへ投げて、腰に吊るした棒のような剣をするりと抜きかけた。それへ風になびいたかがり火が横から吹きつけた。自分は右の手を楓のように開いて、棚心を大将の方へ向けて、目の上へ差し出した。待てという合図である。大将は太い剣をカチャリと鞘に収めた。その頃でも恋はあった。自分は死ぬ前に一目思う女に会いたいと言った。大将は夜が明けて鳥が鳴くまでなら待つと言った。鳥が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない。鳥が鳴いても女が来なければ自分は会わずに殺されてしまう。大将は腰をかけたまま、かがり火を眺めている。自分は大きなわら靴を組み合わしたまま、草の上で女を待っている。夜はだんだん更ける。時々、かがり火が崩れる音がする。崩れるたびにうろたえたように炎が大将になだれかかる。真っ黒な眉の下で大将の目がピカピカと光っている。すると誰やら来て新しい枝をたくさん火の中へ投げ込んでゆく。しばらくすると火がパチパチと鳴る。暗闇を弾き返すような勇ましい音であった。この時女は裏の奈良の木につないである白い馬を引き出した。たてがみを三度撫でて高い背にひらりと飛び乗った。蔵もない、あぶみもない、裸馬であった。長く白い足で太腹を蹴ると、馬は一散に駆け出した。誰かがかがりを継ぎ出したので、遠くの空が薄明るく見える。馬はこの明るいものをめがけて、闇の中を飛んでくる。鼻から火の柱のような息を2本出して飛んでくる。それでも女は細い足でしきりなしに馬の腹を蹴っている。馬は蹄の音が宙で鳴るほど速く飛んでくる。女の髪は吹き流しのように闇の中に尾を引いた。それでもまだかがりのあるところまで来られない。すると
真っ暗な道の旗でたちまちコケコッコーという鳥の声がした。女は身をそらざまに両手に握った手綱をうんと控えた。馬は前足のひづめを固い岩の上に箸と刻み込んだ。コケコッコーと鶏がまた一声鳴いた。女はあっと言って締めた手綱を一度に緩めた。馬はもろ膝を折る。乗った人と共にまともへ前へのめった。岩の下は深い淵であった。蹄の跡は未だに岩の上に残っている。鶏の鳴く真似をした者は天の尺である。この蹄の跡の岩に刻みつけられている間、天の尺は自分の仇である。第六夜。運慶が五国寺の三門で仁王を刻んでいるという評判だから散歩ながら行ってみると、自分より先にもう大勢集まってしきりに下馬評をやっていた。三門の前五六間のところには大きな赤松があって、その幹が斜めに三門のいらかを隠して、遠い青空まで伸びている。松の緑と朱塗りの門が互いに移り合って見事に見える。その上、松の位置がいい。門の左の端を目障りにならないように、ハスに切っていって、上になるほど幅を広く屋根まで突き出しているのがなんとなく古風である。鎌倉時代とも思われる。ところが見ている者はみんな自分と同じく明治の人間である。そのうちでも車夫が一番多い。辻待ちをして退屈だから立っているにそういない。大きなもんだなぁ、と言っている。人間をこしらえるよりもよっぽど骨が折れるだろう、とも言っている。そうかと思うと、へえ、仁王だね。今でも仁王を掘るのかね。へえ、そうかね。わっしゃまた仁王はみんな古いのばかりかと思っていた。と言った男がある。どうも強そうですね。なんだってますぜ。昔から誰が強いって、仁王ほど強い人はないって言いますぜ。なんでも、大和だけの御事よりも強いんだってからね。と話しかけた男もある。この男は尻をはしょって帽子をかぶらずにいた。よほど無教育な男と見える。運慶は見物人の評判には一切頓着なくのみと土を動かしている。一向振り向きもしない。高いところに乗って仁王の顔のあたりをしきりに掘り抜いていく。運慶は頭に小さい烏帽子のようなものを乗せて
周防だかなんだかわからない大きな袖を背中でくくっている。その様子がいかにも古臭い。わいわい言っている見物人とはまるで釣り合いが取れないようである。自分はどうして今自分まで運慶が生きているのかな、と思った。どうも不思議なことがあるものだと考えながら、やはり立って見ていた。しかし、運慶の方では不思議とも期待ともとんど感じえない様子で、一生懸命に掘っている。仰向いてこの態度を眺めていた一人の若い男が自分の方を振り向いて、さすがは運慶だな。眼中に我々なしだ。天下の英雄はただ似ようと我とあるのみという態度だ。あっぱれだ。と言って褒め出した。自分はこの言葉を面白いと思った。それでちょっと若い男の方を見ると、若い男はすかさず、あの飲みと土の使い方を見たまえ、大自在の妙境に達している。と言った。運慶は今太い眉を一寸の高さに横へ掘り抜いて、飲みの歯を縦に返すや否や蓮に上から土を打ち下ろした。硬い木を一刻みに削って、厚い木くずが土の声に応じて飛んだと思ったら、小花のおっぴらいた怒り花の側面がたちまち浮き上がってきた。その塔の入れ方があまりにも無遠慮であった。そうして少しも疑念を差し挟んでおらんように見えた。よくは無造作に蚤を使って思うようなまみえや花ができるものだな。と自分はあんまり感心したから、独り言のように言った。すると、さっきの若い男が、何、あれはまみえや花をのみで作るんじゃない。あの通りのまみえや花が木の中に埋まっているのを、のみと土の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだから、決して間違うはずはない。と言った。自分はこの時初めて彫刻とはそんなものか、と思い出した。果たしてそうなら誰にでもできることだと思い出した。それで急に自分も仁王が掘ってみたくなったから、見物をやめて、早速家へ帰った。道具箱から、のみと金槌を持ち出して、裏へ出てみると、先だっての嵐で倒れた菓子を薪にするつもりで、小引きに引かせた手頃なやつが、たくさん積んであった。自分は一番大きいのを選んで、勢いよく掘り始めてみたが、不幸にして、仁王は見当たらなかった。その次のにも運悪く、掘り当てることができなかった。三番目のにも、仁王はいなかった。自分は積んである薪を片っ端から掘ってみたが、どれもこれも、仁王を隠しているのはなかった。
ついに明治の木には到底仁王は埋まっていないものだと悟った。それで運慶が今日まで生きている理由もほぼわかった。第七夜。何でも大きな船に乗っている。この船が毎日毎夜少しの絶え間なく黒い煙を吐いて波を切って進んでいく。すさまじい音である。けれどもどこへ行くんだかわからない。ただ波の底から焼け火箸のような太陽が出る。それが高い捕虫の真上まで来てしばらくかかっているかと思うと、いつの間にか大きな船を追い越して先へ行ってしまう。そうしてしまいには焼け火箸のようにジュッと言ってまた波の底に沈んでいく。そのたんびに青い波が遠くの向こうで周防の色に湧き返る。すると船はすさまじい音を立ててその後を追っかけていく。けれども決して追いつかない。ある時自分は船の男を捕まえて聞いてみた。この船は西へ行くんですか？船の男は怪訝な顔をしてしばらく自分を見ていたが、やがて、なぜ？と問い返した。落ちていく日を追いかけるようだから。船の男はカラカラと笑った。そうして向こうの方へ行ってしまった。西へ行く日の果ては東か、それはほんまか、東へ出る日のお里は西か、それもほんまか、身は波の上かじまぐら流せ流せと囃し立てる。へさきへ行ってみたら水夫が大勢寄って太いほづなをたぐっていた。自分は大変心細くなった。いつ丘へ上がれることかわからない。そうしてどこへ行くのだか知れない。ただ黒い煙を吐いて波を切っていくことだけは確かである。その波はすこぶる広いものであった。際限もなく青く見える。時には紫にもなった。ただ船の動く周りだけはいつでも真っ白に泡を吹いていた。自分は大変心細かった。こんな船にいるよりいっそ身を投げて死んでしまおうかと思った。乗り合いはたくさんいた。大抵は偉人のようであった。しかし、いろいろな顔をしていた。空が曇って船が揺れたとき、一人の女が手すりに寄りかかって、しきりに泣いていた。
目を拭くハンケチの色が白く見えた。しかし体にはサラサのような洋服を着ていた。この女を見たときに、悲しいのは自分ばかりではないのだと気がついた。ある晩、甲板の上に出て、一人で星を眺めていたら、一人の偉人が来て、天文学を知っているかと尋ねた。自分は、つまらないから死のうとさえ思っている。天文学など知る必要がない。黙っていた。すると、その偉人が、金牛宮の頂にある父星の話をして聞かせた。そうして、星も海もみんな神の作ったものだと言った。最後に自分に神を信仰するかと尋ねた。自分は空を見て黙っていた。ある時、サロンに入ったら、派手な衣装を着た若い女が、向こう向きになってピアノを弾いていた。そのそばに背の高い立派な男が立って、昭和を歌っている。その口が大変大きく見えた。けれども、二人以外のことにはまるで頓着していない様子であった。船に乗っていることさえ忘れているようであった。自分はますますつまらなくなった。とうとう死ぬことに決心した。それである晩、あたりに人のいない自分、思い切って海の中に飛び込んだ。ところが、自分の足が甲板を離れて、船と縁が切れたその刹那に、急に命が欲しくなった。心の底から寄せばよかったと思った。けれどももう遅い。自分は嫌でも王でも海の中へ入らなければならない。ただ大変高くできていた船と見えて、体は船を離れたけれども、足は容易に水につかない。しかし捕まえるものがないから、次第に水に近づいてくる。いくら足を縮めても近づいてくる。水の色は黒かった。そのうち船は例の通り黒い煙を吐いて通り過ぎてしまった。自分はどこへ行くんだかわからない船でも、やっぱり乗っている方が良かったと初めて悟りながら、しかもその悟りを利用することができずに、無限の後悔と恐怖とを抱いて黒い波の方へ静かに落ちていった。第八夜。床屋の敷居をまたいだら、白い着物を着て固まっていた三四人が一度にいらっしゃい。と言った。真ん中に立って見回すと、四角な部屋である。窓が二方に開いて、残る二方に鏡がかかっている。鏡の数を勘定したら、六つあった。自分は、その一つの前へ来て、腰を下ろした。すると、お尻がぷくりと言った。
よほど座り心地がよくできた椅子である。鏡には自分の顔が立派に映った。顔の後ろには窓が見えた。それから帳場格子が蓮に見えた。格子の中には人がいなかった。窓の外を通る往来の人の腰から上がよく見えた。翔太郎が女を連れて通る。翔太郎はいつの間にかパナマの帽子を買ってかぶっている。女もいつの間にこしらえたものやら、ちょっとわからない。双方とも得意のようであった。よく女の顔を見ようと思ううちに通り過ぎてしまった。豆腐屋がラッパを吹いて通った。ラッパを口へ当てがっているんで、ほっぺたが蜂に刺されたように膨れていた。膨れたまんまで通り越したものだから気がかりでたまらない。生涯蜂に刺されているように思う。芸者が出た。まだお作りをしていない。島田の根が緩んで、なんだか頭に締まりがない。顔も寝ぼけている。色つやが気の毒なほど悪い。それでお辞儀をして、どうもなんとかですと言ったが、相手はどうしても鏡の中へ出てこない。すると、白い着物を着た大きな男が、自分の後ろへ来て、ハサミと櫛を持って、自分の頭を眺め出した。自分は薄いひげをひねって、どうだろう、物になるだろうか、と尋ねた。白い男は何も言わずに手に持った琥珀色の櫛で軽く自分の頭を叩いた。さあ、頭もだがどうだろう、物になるだろうか。と自分は白い男に聞いた。白い男はやはり何も答えずに、チャキチャキとハサミを鳴らし始めた。鏡に映る影を一つ残らず見るつもりで目を見張っていたが、ハサミの鳴るたんびに黒い毛が飛んでくるので、恐ろしくなって、やがて目を閉じた。すると、白い男がこう言った。旦那は表の金魚売りをご覧なすったか？自分は見ないと言った。白い男はそれぎりでしきりとハサミを鳴らしていた。すると突然大きな声で、危ねえ、と言ったものがある。はっと目を開けると、白い男の袖の下に自転車の輪が見えた。人力の舵棒が見えた。と思うと、白い男が両手で自分の頭を押さえて、うんと横へ向けた。自転車と人力車は
まるで見えなくなった。ハサミの音がチャキチャキする。やがて白い男は自分の横へ回って耳のところを刈り始めた。毛が前の方へ飛ばなくなったから安心して目を開けた。泡餅や、餅や、餅や、と言う声がすぐそこでする。小さい杵をわざと臼へ当てて、表紙を取って餅をついている。泡餅屋は子供の時に見たばかりだから、ちょっと様子が見たい。けれども、泡餅屋は決して鏡の中に出てこない。ただ、餅をつく音だけする。自分はあるだけの視力で鏡の角を覗き込むようにしてみた。すると、帳場格子のうちに、いつの間にか一人の女が座っている。色の浅黒いまみえの濃い大柄の女で、髪を胃腸返しに結って、黒ジュスの半襟のかかった素合わせで、縦膝のまま、札の勘定をしている。札は十円札らしい。女は長いまつげを伏せて、薄い唇を結んで、一生懸命に札の数を読んでいるが、その読み方がいかにも早い。しかも、札の数はどこまで行っても尽きる様子がない。膝の上に乗っているのは、たかだか100枚ぐらいだが、その100枚が、いつまで勘定しても100枚である。自分は、呆然として、この女の顔と十円札を見つめていた。すると、耳の元で白い男が大きな声で、洗いましょう、と言った。ちょうどうまい折だから、椅子から立ち上がるや否や、帳場格子の方を振り返ってみた。けれども、格子のうちには、女も、札も、何にも見えなかった。台を払って表へ出ると、角口の左側に小判なりの桶が5つばかり並べてあって、その中に赤い金魚や、斑入りの金魚や、痩せた金魚や、太った金魚がたくさん入れてあった。そうして、金魚売りがその後ろにいた。金魚売りは自分の前に並べた金魚を見つめたまま、頬杖をついてじっとしている。騒がしい往来の活動にはほとんど心を止めていない。自分はしばらく経ってこの金魚売りを眺めていた。けれども、自分が眺めている間、金魚売りはちっとも動かなかった。第9夜。世の中がなんとなくざわつき始めた。今にも戦が起こりそうに見える。
焼け出された裸馬が夜昼となく屋敷の周りを荒れ回ると、それを夜昼となく足軽どもがひしめきながら追っかけているような心持ちがする。それでいて家のうちはしんとして静かである。家には若い母と三つになる子供がいる。父はどこかへ行った。父がどこかへ行ったのは月の出ていない夜中であった。床の上でわらじを履いて黒い頭巾をかぶって勝手口から出て行った。その時母の持っていたぼんぼりの火が暗い闇に細長く刺して生垣の手前にある古いヒノキを照らした。父はそれきり帰ってこなかった。母は毎日三つになる子供に、お父様は？と聞いている。子供は何とも言わなかった。しばらくしてから、あっち、と答えるようになった。母が、いつお帰り？と聞いても、やはり、あっち、と答えて笑っていた。その時は母も笑った。そうして、今にお帰り？という言葉を何遍となく繰り返して教えた。けれども子供は、今にだけを覚えたのみである。時々は、お父様はどこ？と聞かれて、今に、と答えることもあった。夜になって、あたりが静まると、母は帯を締め直して、サメ座屋の担当を帯の中へ刺して、子供を細帯で背中へしよって、そっとくぐりから出ていく。母はいつでも草履を履いていた。子供はこの草履の音を聞きながら、母の背中で寝てしまうこともあった。土塀の続いている屋敷町を西へ下って、だらだら坂を降り尽くすと大きなイチョウがある。このイチョウを目印に右に切れると、一丁ばかり奥に石の鳥居がある。片側は田んぼで、片側は熊笹ばかりの中を鳥居まで来て、それをくぐり抜けると、暗い杉の木立になる。それから二重間ばかり敷石伝いに突き当たると、古い拝殿の階段の下に出る。ネズミ色に洗い出された賽銭箱の上に、大きな鈴の紐がぶら下がって、昼間見ると、その鈴のそばに、八幡宮という額がかかっている。八の字が、鳩が二羽向かい合ったような書体にできているのが面白い。その他にも、いろいろの額がある。大抵は、家中の者の射抜いた金的を、射抜いた者の名前に添えたのが多い。たまには、
太刀を収めたものもある。鳥居をくぐると杉の梢でいつでもフクロウが鳴いている。そうして冷や飯草履の音がピチャピチャする。それが拝殿の前でやむと、母はまず鈴を鳴らしておいて、すぐにしゃがんで柏手を打つ。大抵はこの時フクロウが急に鳴かなくなる。それから母は一心不乱に夫の無事を祈る。母の考えでは、夫が侍であるから、弓矢の神の八幡へ、こうやって是非ない願をかけたら、よもや聞かれぬ道理はなかろうと、一途に思い詰めている。子供は、よくこの鈴の音で目を覚まして、あたりを見ると真っ暗なものだから、急に背中で泣き出すことがある。その時、母は口の中で何か祈りながら、背を振ってあやそうとする。すると、うまく泣き止むこともある。また、ますます激しく泣き立てることもある。いずれにしても母は容易に立たない。一通り夫の身の上を祈ってしまうと、今度は細帯を解いて背中の子をずり下ろすように、背中から前へ回して両手に抱きながら拝殿を登っていって、いい子だから、少しの間待っておいでよ。と、きっと自分の方を子供の方へすりつける。そうして、細帯を長くして子供を縛っておいて、その片端を拝殿の欄干にくくりつける。それから、だんだんを降りてきて、二重間の敷地を行ったり来たり、お百度を踏む。拝殿にくくりつけられた子は、暗闇の中で、細帯の丈の許す限り、広縁の上を這い回っている。そういう時は母にとって、はなはだ楽な夜である。けれども、縛った子にひいひい泣かれると、母は気が気でない。お百度の足が非常に速くなる。大変息が切れる。仕方のない時は、中途で拝殿へ上がってきて、いろいろ透かしておいて、またお百度を踏み直すこともある。こういうふうに、幾晩となく母が気をもんで世の目も寝ずに心配していた父は、徳の昔に老子のために殺されていたのである。こんな悲しい話を夢の中で母から聞いた。第十夜。翔太郎が女にさらわれてから七日目の晩にふらりと帰ってきて、急に熱が出てどっと床についていると言って、ケンさんが知らせに来た。翔太郎は町内一の講談師で、至極善良な正直者である。ただ一つの道楽がある。パナマの帽子をかぶって、夕方になると、水菓子屋の店先へ腰をかけて、往来の女の顔を眺めている。そうして、しきりに感心している。
その他にはこれというほどの特色もない。あまり女が通らないときは、往来を見ないで水菓子を見ている。水菓子にはいろいろある。水蜜桃やリンゴやビワやバナナをきれいにカゴに持って、すぐ土産物に持っていけるように二列に並べてある。翔太郎はこのカゴを見てはきれいだと言っている。商売をするなら水菓子屋に限ると言っている。そのくせ自分はパナマの帽子をかぶってブラブラ遊んでいる。この色がいいと言って夏みかんなどを批評することもある。けれどもかつて銭を出して水菓子を買ったことがない。ただでは無論食わない。色ばかり褒めている。ある夕方、一人の女が不意に店先に立った。身分のある人と見えて立派な服装をしている。その着物の色がひどく翔太郎の気に入った。その上翔太郎は大変女の顔に感心してしまった。そこで大事なパナマの帽子を取って丁寧に挨拶をしたら、女はカゴ詰めの一番大きいのを指して、これをくださいと言うんで、翔太郎はすぐそのカゴを取って渡した。すると女はそれをちょっと下げてみて、大変重いこと、と言った。翔太郎は元来暇人の上にすこぶる気さくな男だから、ではお宅まで持って参りましょう、と言って女と一緒に水菓子屋を出た。それぎり帰ってこなかった。いかな翔太郎でもあんまりのんきすぎる。ただごとじゃなかろうと言って、親類や友達が騒ぎ出していると、七日目の晩になってふらりと帰ってきた。そこで、大勢寄ってたかって、翔さん、どこへ行っていたんない？と聞くと、翔太郎は電車へ乗って山へ行ったんだ、と答えた。何でもよほど長い電車に違いない。翔太郎の言うところによると、電車を降りるとすぐと腹へ出たそうである。非常に広い腹で、どこを見渡しても青い草ばかり生えていた。女と一緒に草の上を歩いていくと、急に切り岸のてっぺんへ出た。その時女が翔太郎に、ここから飛び込んでごらんなさい、と言った。そこを覗いてみると、切り岸は見えるが、そこは見えない。翔太郎は、また、パナマの帽子を脱いで、再三辞退した。すると女が、もし思い切って飛び込まなければ、豚に舐められますが、ようござんすか？と聞いた。翔太郎は豚と雲右衛門が大嫌いだった。けれども命には代えられないと思って、やっぱり飛び込むのを見合わせていた。ところが豚が一匹鼻を鳴らしてきた。
翔太郎は仕方なしに持っていた細い貧乏樹のステッキで豚の鼻面をぶった。豚はグーと言いながらコロリとひっくり返って絶壁の下へ落ちていった。翔太郎はほっと一息ついでいると、また一匹の豚が大きな鼻を翔太郎にすりつけに来た。翔太郎はやむを得ず、またステッキを振り上げた。豚はグーと鳴いて、また真っ逆さまに穴の底へ転げ込んだ。するとまた一匹現れた。その時翔太郎はふと気がついて向こうを見ると、遥かの青草原の尽きるあたりから幾万匹か数えきれぬ豚が群れをなして一直線に、この切り岸の上に立っている翔太郎をめがけて鼻を鳴らしてくる。翔太郎は心から恐縮した。けれども仕方がないから近寄ってくる豚の鼻頭を一つ一つ丁寧に貧乏樹のステッキで打っていた。不思議なことにステッキが鼻へ触りさえすれば豚はころりと谷の底へ落ちていく。覗いてみると底の見えない切り岸を逆さになった豚が行列して落ちてゆく。自分がこのくらい多くの豚を谷へ落としたかと思うと、翔太郎は我ながら怖くなった。けれども豚は次々来る。国運に足が生えて、青草を踏み分けるような勢いで無尽蔵に鼻を鳴らしてくる。翔太郎は必死の湯を振るって豚の鼻頭を七日無番叩いた。けれどもとうとう精魂が尽きて手がこんにゃくのように弱ってしまいに豚に舐められてしまった。そうして切り岸の上へ倒れた。ケンさんは翔太郎の話をここまでして、だからあんまり女を見るのは良くないよ、と言った。自分ももっともだと思った。けれどもケンさんは翔太郎のパナマの帽子がもらいたい、と言っていた。翔太郎は助かるまい。パナマはケンさんのものだろう。